あれ見たことある人がいるんですけど。帰ってきました。帰ってきた。帰ってきました。この日のために。この日のために帰ってきました。ああ、さすが。で、今日はじゃあもう、はい、第二の主役を見届けてオーストラリアに帰るということで。そうですね。よろしいですか。はい。はい、おはようございます。おはようございます。今日はなんと浅井くんの第2弾の最終オーディションを開催させていただくことになりまして、緊張してますか？緊張してます。はい。だよね。現在時刻は6時ぐらいになるんですけど、まだ師匠が現れていないということで、まあ、とりあえず準備をしておきましょう。おはようございます。おはようございます。はじめまして。はじめまして。お名前は？伊集院です。伊集院、よろしくお願いします。年齢はおいくつですか？今年27になります。釣りはどれくらいやられてるんですか？5年ぐらいですかね。おー、ってことは20歳ぐらいの時？そうですね、それぐらいから始め、21ぐらいから始めたって感じですかね。それはなんで？親戚がやっていて、で、一緒に、僕もともと海ルアーでやってたんですけど、一緒にやってた時に、まあ、横でパンパンって釣って、お前もこっちやった方がええのにって言われて、でそれきっかけにちょっと触らせてもらってハマって、自分から道具集め出すようになって、いろいろ教えてもらいながら、今回応募したのはどうしてですか？やっぱり自分の中で全然釣れたっていう魚がやっぱり多くて、なんで釣れたのかあんまり分かってないっていうのが多くて、でやっぱり自分の腕も技術もなくて、その中で教えてもらえるっていうことがあったので、まあ、教えてもらって、まあ、見て盗めるところ盗んで、で教えてもらうところはしっかり教えてもらって、自分の中で釣ったっていう魚を、大きい魚でも小さい魚でも釣ったっていう魚をたくさん釣りたいなと思ってやらせていただきました。緊張しとるね。緊張してますね。浅井くんの YouTube は見ちょった？見てましたね。めちゃめちゃ見てました。あ、そうなんだ。はい、もう会ったことはあるんかな。一応フィッシングショーではお声掛けさせてもらって、一緒に写真は撮らせてもらってるんですけど、それぐらいですね。師匠がそれを覚えてたらすごいですよね。それやったら嬉しいですね。わかりました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして、奥田です。はい。あ、そう。いいよ。お名前は？奥田です。はい。年齢は？18です。うわー、深い。ってことはまだ学生さん？学生です。今年の春から大学？そうです。釣りはしたことはありますか？釣りは、はい、したことあります。あ、本当？はい。釣りを始めたきっかけは？家の目の前に川があって、そこで川釣りをやったのが最初。なんでそれで磯釣り海まで行った？友達が深瀬釣りをやってて、でグレをいっぱい釣ってて、で自分もやった時に、一匹も釣れないで終わって、でなんか夜勤になって、そこから始めた。ほなら磯釣りを始めたのはどれくらいになるの？深瀬は堤防でやり始めてまだ1年ちょっと。なぜこの企画に応募したんですか？やっぱりなかなか周りの人は教えてくれないっていうのがあったので、まだチヌも1匹ぐらいしか釣ったことなくて、釣れるようになりたいなと思って応募しました。もし釣りが上手くなったら、もうそれで満足って感じかな、とりあえず。いや、友達といつか大会に出るって言ってさ。あ、そうなんだ。それで
出たいな。うん、あー緊張してます？めちゃくちゃしてるね。わかりました。頑張ってください。はい、よろしくお願いします。あれ？あれ？名刺会のベスト着てる？はい。はじめまして。でもないけど、はい、お名前は？西内です。西内くん、年齢は？21歳です。21歳っていうことは学生さんですか？大学生です。あ、釣りはしたきっかけは何ですか？家族と高知に旅行に行った時にホテルの横の漁港で三の字をかけて、その引きがすごくて、そこからのめり込みました。釣りは初めてどれくらいですか？釣りは大体10年ぐらいですかね。おお、それ初心者じゃねえじゃねえかよ。じゃあなんでこの企画に応募されたんですか？周りに釣りする友達はいるんですけど、深瀬釣りをする友達があんまりほぼいなくて、でもしてみたいっていう声は聞くんで、うん、僕が上手くなって若い人たちに磯釣りを広めていけたらなと思って応募しました。めっちゃかっこいいやんそれ。でも名城会入ってるよね。はい。だけどあえてここに応募してきたのはどうしてですか？まだ、まあ、渡船使って本格的に磯に行き出してからはまだ3年しか経ってないし、で今までもほぼ独学で来たので、やっぱ松田実さんがテレビで上手い人についていったんで上手くならんみたいなって言ってたんで、上手な人に教えてもらって、ここから自分も広めていきたいなと思って応募しました。あ、緊張してますか？緊張してます。あ、まあリラックスして、はいはい、今日は楽しんでください。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう明るい。久しぶりやね。久しぶりです。久しぶりやね。いや初めてでしょ。いやいや、2人はあったことある。え、2人はある。2人ってんね、はい。おお、あ、そうなんだ、ね、バリバリサンライン来とるよ。師匠、あの実はですね、うん、今日の最終オーディションのメンバーはこの3名なんですけど、うんうん、あの実はゲストに先行外れの方が参加されました。お名前は？北村です。北村さんっていう、餌持ってきた人おる？はい、北村さんは、あの、はい、オーディションってことさえ知らなかったんで。はい。じゃあ、あの、荷物をちょっと下げてあげてもらっていいです、丸山さんとかの。うん。伊集院くん。はい。丸山さん覚えてたね。覚えてくれてましたね。めちゃめちゃ嬉しいです、ね。うん。会いたがってたんですよ、二人に。テレビで見てて。マジ？お母さん来るじゃん。します。お母さんもおる。野村さんです。すいません。よろしくお願いします。犬までおる。そう、家族揃ってきてくれたんですよ。あ、まだまだ。可愛いがね。え、多分3時ぐらいになると思うんです。あ、わかりました。はい。
まあ、はい、まだまだはい浅井くん、はい、浅井くんのやつ見てさ、はい、こう自分も応募したいですって人は実際に見てどんな感じ、気持ち的に。なんか不思議です。本当、はい、ちょっとでも楽しみだね。そうですね。うちは今日決まるんですか。一応今日決める予定でお願いしますとは言ってある。あ、だけどもう師匠に任せますって言ってる。あ、うん、そう、ちょっとドキドキだね。ちょっと誰になるか届けるまでオーストラリア帰れないです。気になりすぎて飛行帰りの飛行機寝れないです。そんなこと言うようになったか。田村さん、あの一応先行始めたんですけど、す、はい、あの、はい、師匠に会った印象どうですか。印象ですか、はい、笑顔が素敵な、はい、イメージ通りの方です。そうですか、わ、はい、かりました、ありがとうございます。どうしました。僕大阪です。ボケたツッコんでや。あ、頑張ります。めっちゃぶり。奥田です。よろしくお願いします。何歳かいな。18歳。ありがとうございます。はい。はい、どうぞ。西内海斗です。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。もう何回か会ってるけどね。はい。はい、お願いします。はい。ありがとうございます。伊集院今日よろしくお願いします。負けたつかみで頑張らせてもらいます。では一応彼も、そうそう、彼も、どうぞ。田村のみです。はい、よろしくお願いします。一番年配になるのね。え、20? 今年7、27、30歳。はい、うん、え、21です。年配やん、ちょうど。そうそう、年配なんだ。まあ、なんちゃう、彼も若いけど、浅井くんも岡部だってまだ27も7から37だもん。いつの間に。こういう若い子がね、楽しくやっていけるようにしてほしいよね。で、上手になっていってくれたら面白い。全然やることないわけじゃない。まあ、やっとるな、やっとる感じだね。何の日は勉強、高学、高学って偉いやつ。文字だけじゃないかよ。高学じゃない。高学、高学、高学部、すげえ賢いじゃん。やろ、うん、高学って偉い。高学って法律だよね。なんなんなん、弁護士、警察、よく逮捕、逮捕される、はい、逮捕。だけどもうあれですよ、ライフジャケットがいつかあの防弾ジョッキに変わる時代来るかもしれん。沈むやん。それぞれにもうバラバラなメンバーです。個性もある。個性あふれるでしょ。でも50ぐらいなぜ、まあ気楽に、うん、3つちょうどあるから次自分のバッキンは別にいいけど、そのまま使えばいい。これ使い、これ、うん、3つ入ってるからエーサー格好やな。適当に作っとるじゃん。ありがとうございます。めっちゃ強いじゃんけんする。そんな師匠、流れはどんな感じですか。まあ、たちまちどん、まあ、やったことあるというか一回
釣りをしてみる。で、あのそれぞれちょっとパッと見て、それからちょっと休憩の時に一回集合して、あとは二人ずつぐらいでやってみてもらって、その自分らの釣りも見てもらう。オッケーでございます。うんうん、じゃあとりあえず。はい、頑張るぞって北村さん、俺ら北村さん頑張るぞ先行外れ先行外れちょっと来てください頑張るぞ頑張るぞ急に来た急に来た先行外れ何て言うのもうおっさんが声かけないよ、うん、あの頑張ってはいはいはい行ったを選んでください。よろしくお願いします。心が痛い。